俺マジでレオザ日本代表の監督になってほしいと思ってんだけど。その心はいやいや、その心はとかはないけど、別に。いや、そのまんま。<laughs> いや、本当に。面白いみたいなこと。面白いじゃん。ワクワクするんじゃん、そっちの方が。いや、でもまあ。やっぱ、どういった発言なの俺のこれ。いやいや、嬉しいよ。そ,うそんな真っ直ぐに、なんか、<laughs> うん。普通になってほしいと思ってない。どういうことって言って、だってお前なったらさ、あのそっからのさ。日本代表で、 そのなんていうのてうレオザが言ってたこれを実現してほしいとかじゃないけど最近のねなんかこう,こう活動を見てると、うん、そうなった方が面白くな,りなるストーリーの入り口みたいな感じに感じる時があるんだよね。うん ありがたいね、そう言ってくれるのはね,ね。え、何本人は自覚なしなのこれは。いや、だってさ、あの、それこそ、あれだよ、だから、本当村社会だから、日本サッカー協会なんて、うん、本当に、別に外から新しい地を取り入れて、日本サッカー憶懲なんて誰も思ってない、うん、っていうか、思ってる人たちの声なんて届かないわけよ。うん、そうそう。なんか、ここまで日本サッカーあれしてきてた人たちの、うん、こう、一番権力構造が揺るがない形になってるから。うん。ってなると、ライセンス制度だって変えないし、うん。今日 あの仕入れた新しい話を今日来てくれた人たちに逆にプレゼントでするとさ、有名な学生系の,その監督さんというか、まあ、特定されないように言うと、うんそ、その人が聞いたのは、なんかね、うん、あのすごい近代的な守備とか、ヨーロッパでやってるのは人捕まえに行く守備、あボールを守備っていうより攻撃に近い守備、もうボールをどう奪うかって守備ねそれを教えるとすんじゃん、学,学生年代で,はい、はい、ですごいいい選手になると、日本代表の,さこのアンダー世代とかで呼ばれるじゃん。 だったらもう何十年前からやってるゾーンで4、4 2で守って、しっかりあの跳ね返せみたいにやらされるんだって。うん、で、教えられたこと違うみたいな。で、それなんでそれを教えてるかというと、理由はないんだ、もう思考停止でこれをやるもんだみたいな。で、まあ、スペインの指導者とかそういう人たちからすると、もう4、4人でブロック引いてさ、構える守備なんて3バックに可変したりとか、間の捕まえられないとこ立ってずれつくってとかでもう攻略されきってんだよ。うん、だから今、同サイドのほうにあの人,を人っていうか、ボールを。 そっちに追い込んで人で人もこう囲い込みの守備みみたいいなさ、うん、追い込み量みたいな守備が主流になってきてみたいな。うんうん、で、まあ、別のパターンでちょっと前のリバプールとかこう外から追い込んで中の体強い人たちで取ったりとかうん、うん、そういうふうにあのゴールを守るってよりどうボールを奪うかって守備があって、うん、でそれができない時にゴール守る守備があってっていう2種類やってるチームとかあってって感じなんだけど。うんうん 本当に、アリゴさっきからのこゾーンプレスで442でみたいなので、JFA ってこうカリキりラらっていうかもうその軸にしてるから、だからそれで教えられてる選手が、まあ教えられてる選手っていうか、近代的なあの守備を教えられた人が、レベル高いはずのところに行ってんのに、レベル低いことを教えられて帰ってくるみたいな。 それをさ別に変えようとしてないから指導者ライセンスも変える気なければライセンスの取,り取れる基準も変える気ないからこの組織自体が変わらないと俺がやりたいっていうふうには本当に全く思わないんだけど、うん、一生懸命指導とかサッカーとかいろんなことを勉強してはこの人本当に日本サッカーすごくできるリーダーだなって人が出てきてもその人に権利は与えられないよ。い、うん、いい映画作れれるかもしれないけどお前、うん 月9出たことないでしょみたいな。俳優として。一緒にね、m 1を取ろうって言ったらこれは全然ダメだったけど、うん、なんか毎日頑張ってたらさ、気づいたら話聞いてくれる人が出てきたから、まあそんな感じで、うん、なる男だったらそういうところになるし、ならない男だったらそういう男だなってだけの話なんだけど。まあまあ、自然の流れに任せてじゃないけど。そう、自然の流れに任せてって言うとなんか妥協して聞こえるんだけど、自然の流れに任せてたら、一生懸命走ってた頃より遠くに来れてるから。うん、そうだよな。そうそう。 だから目標を聞かれたときに毎回、1日1日頑張っていけるところまで行くっていう感じだ。う <music>